の、道の駅にいました。そしてですね、あ、これモンベルがあります。そして近くに俵山ってあるんだけど、そこの近くに俵山峠展望所っていうところがあります。ちょうど俵山が向こう方面ですね。一度覚えたことあるんだけど、あれだとか今忘れてね、もしかしたらあれかなぐらいしかわからないです。まあ、ここから9キロの地点です。県道、熊本県道28、この道の駅の名前はですね、遊ぼうの里、遊ぶっていうのとかけてるんかね、釘野は地名なのかちょっと調べてないです。大きな外輪山の中に今いるんですね。そして大きな外輪山の中に、この右側に阿蘇のその山、中岳だか高岳だか、それが中心ですね。百名山になってる。それは大きな外輪山の中ですね。そのここは南阿蘇村だけど、その阿蘇の真ん中にある山の向こう側が阿蘇市になります。まっすぐ行ったら熊本市、そういうことです。なんか薄く空気は霞んでいます。ちゃんと調べてないこともあってですね、中国の黄砂なのやら噴煙なのやら、噴煙ってことはない感じだな。どうしてこれ、何日も空気が霞んでるのかは、自分は分かっていません。不思議だなってね。こうやって広い広い河口の中に村があって市があって、これ全部周り外輪山ですね。見える山は南阿蘇村役場がここで右に、そういう